いやーもうとうとう来ちゃいましたね、うちにも。とうとう来ちゃいました。まあね、アマゾンのおすすめしてる分だけあって、もう結構いい品なんで、ほんとコスパはいいと思うので。ウィース、どうも、エリックです。ということで、今回なんですけど、もう今回ね、いやーもうとうとう来ちゃいましたね、うちにも。とうとう来ちゃいました。それで何が来ちゃったかっていうと、じゃーんということで、いや、これなんだよと思うかもしれないんですけど、案件ですね。いや、マジで俺も来ると思ってなかったんですけど。いやー、ちょ、ミクのヘッドホンかな、それか四つ葉のイヤホンなんですけど、なんか動画見てくださったらしくて、企業の方が、なんかお前もレビューしてくれよって、お前にもレビューしてほしいみたいなこと言われて、はい、来ました。一応ね、全部は見せられないんですけど、ここにね、なんかコスパ優品って書いてあるんで、まあね、その文字通り、コスパがいいんです。コスパいいですね。2週間ぐらいかな、使いました。なんで、全然、バリバリ開けてる状態なんですけど、まあ、ちょっとまた、一から開けていこうかなと思います。裏のデザインはこんな感じになっています。まあ、基本なんか、無印良品みたいな。イヤホンの無印良品みたいな、そんなイメージ持ってくれればいいのかな。うん。まあ、アマゾンでね、今、おすすめみたいになってたかな、これ。今もなってるかわからないけど、そのね、うん。結構安くて、アマゾンもおすすめするぐらいのやつなんで、まあ、割と期待してもいいんじゃないですかね。この買おうかなと思ってる人は。はい、ということで、箱開けたらこんな感じですね。うん。で、説明書が入っていて、なんかロゴが入ってて、これは未だに使い方分かってないですね。で、あとなんだっけ、イヤーパッドだっけ合ってるかな、この耳のやつね、サイズ、S、M、L があるらしくて、S と L サイズが入ってますね。初期は M サイズが入ってました。で、これ充電コードのタイプ C ですね。まあ、今はもうタイプ C の時代なのかな、もうタイプ C ですね。で、それと本体と。はい、こんな感じで入っていました。よし。デザインはね、ちょっと四つ葉のイヤホンと、マジで形がちょっと違うぐらいで、なんか似てますよね。うん。これわかるかな、充電のね、ゲージもここでわかるんですよね。うん。四つ葉もここでわかるんですけど、四つ葉はこんな感じになってるんですけど、まあ、これは黒ですね。まあ、黒以外にもあったんですよ。あ、今ちょっとさっきまで使ってて充電してるんですけど、黒以外だったら緑とかね、なんかあったんですよね。黄色もあったかな、黄色っていうかゴールド。まあ、でもなんか値段が上がっちゃうみたいなんで、まあ、色そんなこだわらないよって人はこの安いね、黒い方を買ってもいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、同じような値段でね、一応僕これも昔から使ってるのあるんですけど、まあ、これとね、ちょっと比較しながらできればなと思います。はい。で、補助期間15ヶ月はちょっとぶっ飛んでんね。すごい忘れそうだけどね、まあ、保証期間のことも15ヶ月も経ってたら。パッケージ内容なんですけど、ワイヤレスイヤホンと充電ケース、取扱説明書、タイプ C、標準イヤーピース、SML、まあ、さっき言ったやつが入っていますよと。まあ、この重要な注意事項でね、大事なのは、ね、丸一番とかかな。トラインや。これなんて言うんだろうね、本当に。これ。これマジなんて言うんだろうね。トランヤって呼ばせてもらいますけど、トランヤを登録すると3ヶ月の追加保証を無料で受け取る。これ一番大事なんじゃないかな。俺も全然登録しないですけど。まあそうですね。これね、四つ葉と一緒なんですけど、両方のイヤホンが同期しない場合はイヤホンをリセットしてください。まあリセットするのが何が最強だよと。まあ充電されない場合は掃除してくださいと。いやね、俺一回充電されなくて何が起きたんやと思ったら、ただ単にケースのバッテリーがもうなかったっていう。気づいたらなくなってたんで、ちょっと皆さん気をつけてください、これは。で、イヤホン操作なんですけど、再生一時停止ってのは一回だってですね。まあ、これはよく起きちゃうかな、なんか。さらっとイヤホン触っちゃった時にも曲止まるとかそういうのは結構ありますね。で、曲送り曲戻しなんですけど、3回タッチ。まあ、俺これ使ったことないですかね。俺基本、シャッフルかその曲ずっと再生続ける人なんで、あんま曲送り曲戻しはやったことないですね。で、音量を上げる下げるが2回タッチと。これ長押しじゃないんですよね。で、その、Siri とか OK Google とかかな。あれも起動するのが1秒タッチと。で、通話を拒否終了するのが1秒タッチ。通話応答が1回タッチと。うん。で、低遅延ゲームモードっていうのがあるんですけど、これには。こいつにはね。これが普通のやつと違うやつかな。これ4回タッチ。これやってみたんですけど、両耳、L、R で両耳を、なんか割と、早めに、なんか、トン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 みたいな、リズムじゃなくて、トン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 みたいな。スタンドダッシュ並みにちょっと早くやらないと、これはあんま起動しなかったですね。なんかそれ気づかずにちょっと最初は苦労したんですけど、まあ起動した時になんか、ゲームモールみたいなことを言ってたような気がしたんで、まあ起動したらね、あ、起動したんだってわかるんですけど、まあこれ使ってみた感覚としては、ちょっと違いがわからなかったですね。
もともとずっとね、コンテンツゲームモードを起動せずにずっとやってたんですけど、まあ、その時もまあ割と違和感なかったんで、まあこれを起動したからなんか、起動したっていう事実があるからちょっと気持ち良くなったんじゃねって思うんですけど、まあ、その起動したっていう事実を知らなかったら多分気づかないぐらいの誤差だと思いますね。まあただ、うん。やっぱより楽しみたいって人はこれやった方がいいんじゃないですかね。まあノーマルモードとかはいつものモードって感じですかね。うん。ノーマルモードとベース、バス、ブーストモード。ノーマルモードでクリアでバランスのゆっくりした高音が達成したのを、バス、バス、ブーストモードの迫力の重点音。あ、なるほどね。重点音大好きにきは、ちょっとブーストモードを使って、バス、ブーストモードを使うしかないって感じですかね。うん。で、電源を、まあ、外したら自動でついてくれると。で、起動の時は4秒ぐらいね、押す必要はありますよと。まあ、起動したらね、パワーオンとかね、なんか英語で言った気がしたんで、まあ、普通にわかるやつですね。で、電源オフはイヤホン充電器するものから消えと。手動で、そうですね。電源オフするときに、電源ケースにいたら自動でオフしてくれるんですけど、まあ、手動で4秒タッチすれば、普通にオフできるので、まあ、それでもね、いいんじゃないかなと思いますね。うん。あと、充電がね、残り 10% ぐらいかな。バッテリーローっていうので、まあ、その時にはもう充電してあげてくださいって感じですね。で、装着方法は、ま、言わなくてもわかるから、普通にイヤホンぶっ刺すだけなんで、うん。で、イヤホンを接続するのは、そうですね、これですね。トランや T10B ってやつを、初期のイヤホンでペアリングしてあげれば、できるので、はい、初めて利用する方はこれをね、やってもらえれば。うん。で、イヤホンの充電なんだけど、この丸い点々の数でバッテリーがわかるらしいですね。ケースの充電がね。今、俺充電してるのが、もう 25% 以下かな、もう。うん、充電できてんのかなっていう、もう結構、ピンチ状態ですけど。いやね、これ、思ったんですけど、イヤホン自体の充電はもう5、6時間ぐらい。なんだろうな、持つんですけど、なんならね、途中音楽とか一切再生してなくて、ただつけてるだけの状態とか、寝てる時とかそういう状況になるんですけど、そしたら普通に10時間とか持つのかな？うん。寝る前の11時とか12時ぐらいにつけ出して、次の日のお昼の12時ぐらいまで持ってるような気がするんで、まあ割とね、イヤホン自体は充電持ちいいんですけど、このケースの充電がね、気づいたらなくなってるんですよね。だから割とこれこまめにやってあげないと、さっき言ったみたいになんか充電なくなってるみたいなこと起こるんで、ちょっとこれはね、気をつけてほしいかな。うん、ケースの充電ね、マジで忘れないであげてほしいかな。あとは、イヤホンをリセットする方法、ここ載ってますね。さっきみたいな、ペアリングがうまくいかないとか、そういった時にはちょっとリセットする方法しないといけないんですけど、まあ、イヤホンの機能がエラーし、工場出荷時の設定にリセットした場合は、以下の手順に従ってリセットしてくださいと。電源を切りますと。まあ、4秒長押しね。で、イヤホンをリセットして、ね、電源オフ状態に赤い LED が点滅しているように、指タッチエリアに置きます。8秒から10秒ほど、長押しするのかな。電源切った状態で8秒から10秒長押しすると、赤い LED が点滅し始めると。で、イヤホンは一緒に動き、再度電源を入れると自動的にペアリングモードになります。はい、ということでね。まあ、これで8秒から10秒経った後にまた4秒長押しして、電源をオンにすればいいんじゃないかなという感じですね。まあ、一応 FAQ であるんですけど、まあ、鉄道空港などで一部の場所で接続が途切れるようになってるんですか。まあ、これはちょっとね、このイヤホンに限らずには、Bluetooth はそういうもんなんで、うん、まあ、割とね、電波が悪いとか、そういうとか繋がりにくいか、満員電車とかなりがちですよね。ちょっと高校の時とか満員電車の時割となんかなりがちだったんですけど、まあね、こういうちょっと気をつけてくださいと。うん、まあ充電できないって、まあ、ケース自体もう充電ない可能性もあるんでね、これは。うん、イヤホンの電源が自動的にオンオフにならないように。あ、そうだよね。充電ケースはね、そう、電池残量が少ない時や電源が切れている時はイヤホンの電源が自動的に切れませんと。そう、これね、気をつけてください。ね、俺一回あったんだけど、充電ケースの電源がなくなって、イヤホンの電源切れずにね、充電できずの状態で、あれ、ペアリングしたばっかりに 40% しかイヤホンの充電ないみたいなことになるんで、ちょ、マジでケースの充電はマジ忘れないであげてほしいかな。で、Bluetooth マウスに干渉しますが、Bluetooth マウスとイヤホンが同じデバイスに接続する場合、干渉する場合が、うん、だとのことです。はい、一応ね、これ、トランヤさんの公式の Facebook とかなんで、ちょっと、余力会社チェックしてあげてください。まあ、ね、個人的に、ちょっと待って、これだってるか。個人的に思ったのは、これね、値段はね、こいつ、まあ、3900円くらいで全く一緒なんですけど、まあ、4粒だけちょっと1万1000円とか2000円くらいいくのかな。まあ、音質に関してはちょっと申し訳ないけど、一番はやっぱ4粒に軍配が上がるかなって時がありますかね。うん。なんかあんまり期待を裏切らなかったっていうか、まあ、多分音質一番悪いのはこの昔から言ってたやつなんですけど、なんだろうな、普通に音質、全然違和感なかったんですけど、音質とか違い分かる人じゃないんで、ただ、大音量で聞く人なんですよね。なんかもう音量マックスとかで聞くような人なんで、なんかね、なんだろう。
音割れする曲は結構音割れしてたイメージですかね。音割れしない曲ももちろんあったんですけど、てか動画とかだったら、動画とかはね、なんか音割れしなかったんですけど、音楽の曲だけ聞くみたいになった時には、なんか、ちょっとね、やっぱ音割れしてた時もあったんで、音量下げなきゃいけないみたいな。なんか元々になんかこれ、音量デカめに設定してあるんですよね。なんか細かく音量が分かれるイヤホンみたいなのもあれば、なんか一気に一個音量上げるだけでグンって上げるやつあるじゃないですか。多分それ、こいつは後者なんですけど、そう、四つ葉のマックスよりも、こいつのマックスの方がうるさかったんで、まあ、多分ね、普段のイヤホン、マックスで聞いてる人多分ね、8割ぐらいのこいつでちょうどいいと思うんですけど、まあ、それぐらいにしたら、まあ、聞きやすかったからですかね。うん。ただマックスにするにはちょっと動画にしか向いてないのかなっていう風に。僕は思いましたかね。まあ、それぐらいですかね。まあ、俺ぐらいだと思うので、そんな、音量マックスとかで聞こうとか思ってるやつ、音楽はね。まあ、なんで別にそこまでね、なんか、マックスで聞かないのであれば全然違和感ない品かなと思いますね。なんなら普通に音質いいんじゃないかなと思いますね。で、通話なんですけど、まあ、通話は Bluetooth なのにより結構うまくいきましたね。相手の向こう側も結構普通に声聞こえるよって言ってたんで、全然通話はしてもう大丈夫だと思いますね、これで。ただ、ゲームとするってなると、ゲームと同時にね、やろうとすると、通話が優先されて、ゲームの音声がなんかほとんど聞こえるんで、なんか途切れ途切れで聞こえるみたいなこと起きるんで、まあ、ゲームと一緒にやろうって人はやっぱちょっと優先おすすめしちゃうかなって感じですかね。うん、まあ通話できるんで、通話だけやりたいという人は普通に問題ないですかね。うん。まあ、そんぐらいですかね。音質と通話に関してはそれぐらいですかね。まあ、あとデザインなんですけど、デザインは無難でかっこいいんじゃないかなと思いますね。あとケースとかも割とかっこいいんじゃないかな。うん。たださっきも言ったように充電ケースだけにちょっと充電がなくなりやすいので、まあ、それだけ気をつけてもらえばって感じですかね。まあ、そんな感じですかね。まあ、タイプ C なんで、まあ、Android ユーザーに関してはね、もう元から自分のスマホの充電器で充電できちゃうので、まあ、それは困らないんじゃないかなと思いますね。まあ、Android の人はちょっと買わなきゃいけないんですけど。まあ、そんな感じですかね。まあ、あと、質問とかありましたら、ちょっと YouTube のコメント欄でね、ちょっとお待ちしてますので、いつでも、返答できればなと思います。まあね、Amazon のおすすめしてるだけあって、もう結構いい品なんで、ほんとコスパはいいと思うので、だからね、サブ機2号機なんか1号機はなんか AirPods みたいな高いのを使ってるんだけど、充電なくなった時のサブ機とか、それかもしくは普通にお金困ってて、なんか安い Bluetooth でもいいから欲しいっていう人は普通にこれありだと思うので、もうぜひともね、買ってほしいですね。やっぱ Bluetooth 2個あると便利なんだよね。本当に。充電なくなったって時に普通に違う Bluetooth に変えれば、解決するから、いや本当にこれおすすめなんで、マジで買ってみてください、ぜひとも。はい、っていう感じです。以上、エイクから。レビューでした。まあ、一応参考になったよとかね、面白かったってことはね、チャンネル登録、コメント、高評価してくれるとめちゃめちゃモチベーション上がりますので、ぜひともね、してくれると嬉しいです。ということで、またね。